皆様こんにちは参議院議員の地見花子でございます本日もチャンネルアジアをご覧の皆様にひまわりチャンネルをお送りしておりますさての本日はこの新型コロナウイルス感染症に関しましてこの度の国会始まりましたけれども でまあ、いわゆる特措法これは新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案という大変長いものですけれどもいわゆる特措法の,あの法改正とそれからまあ関連してあのこれは感染症法等の,、まあ、あの法律ということであの大事な法律が あの改正をされるということがございますのでその中に身についてあの少しあの一部ハイライトもしながらお,お話をしたいかなと思っていますでまずこの,の感染症法というものが、まあ,あ でまあ、そしてあのいわゆる通常の、まあまあ、1類2類3類4類5類、まあ、こういうような感染の中身があってどこを報告するとか例えばエボラ出血熱のような重篤なお病気ですとこれはもう徹底的にこれを入院させるいわゆる措置入院をしたりとか、まあ、こういうのを決めているのがいわゆる感染症法になりますこの感染症法と連動して、まあ、検疫法というものがあって、まあ、いわゆる水際。 をやっているわけですよねでこの水際をやっている検疫法と連動しているんですけれども、まあ、今回のような、まあ、新しい感染症で、まあ、世界国内を特に猛威を振るう今回の新型、まあ、コロナウイルス感染症のような場合はこのもう一歩進んだ措置が必要だろうということでさっき申し上げたいわゆる特措法というものがこれは作られて日本では制定をされているということであります。 でまあ、今回、その緊急事態宣言というようなものですとか、まあ、そういったもので随分と、まあ、去年から、まあ、国民の皆様に全体的にですね、まあ、かなりのご協力とご負担もいただいているわけでありますがその中でまあ医療を逼迫しているんじゃないかとかあのやはり入院が滞っているんじゃないかという声はあのたくさん聞いているわけであります。 でまず一番大切なのは繰り返しますけれどもやはり自分自身がマスクをして手を洗ってそしてあの会食をしない、まあ、会食の場面に一番やっぱりうりやすいので、まあ、家族との会話あのをするだからご飯食べるのは当然ではありますけれどもちょっとジグザグに座ったりするだけで全然違ったりしますので、まあ、まず個人が。 気にをつけていた。これで、ね、絶対大事なんですね。これはあのぜひやっていただきたいということと、あとそれがあの広がれないってことになりますから、一人一人の注意ってすごく影響するんですね。でそれからあのやはりあのこの特措法の改正等に関して申し上げれば、やはりその去年のまああの春も緊急事態宣言を出した時からですね、この臨時の医療施設というものを緊急事態宣言が出てる間は あの都道府県知事がこれを作ることができるということになってたんです。で臨時の医療施設を、まあ、作ってここが我が県の都道府県の臨時の医療施設ですよというとそこに対して入院してくださいという、まあ、措置入院措置を命ずるというかお願いをする措置入院という対応ができるということでありましたので。 これぜひ本当はやってほしかったんですけれども、まあ、実はこの臨時の医療施設っていうのはその緊急事態宣言下でしか設けられないっていうふうになってましたので法律の立て付けがですからその間ですね実は確かの8都道府県13施設ぐらいしかこれちょっと細かな数字が違ったら申し訳ないんですがごくわずかの都道府県のごくわずかの施設しか実はの臨時の医療施設に登録されていないという状況が続いていました。 でその時にですね臨時の医療施設をたくさん実は増やしてくれていれば例えばあのあのこううその時に 問題になったの今と違うフェーズでしたけれども例えば入院してほしいと言っても協力してくれないとかあのちょっとやんちゃな方がいて協力してくれないとか、まあ、いう時に臨時の医療施設に対して入,入ってくださいということで措置ということであればこれ都道府県知事の,あの権限としてできるところであったので、まあ、これを活用すればいいんだろうと思ってたんですけどなかなかこれがですねあの思うように活用できなかったとでいうことで、まあ、今回の,その特措法の改正においては、まあ この臨時の医療施設を、まあ、あの都道府県の中に調整本部あのあ失礼いたたししました政府の対策本部が設置された段階から開設できることに要するに前広にある程度、まあ、あのあの限定的だった解説が前広に政府の中に対策本部があればできますよということにしたので、まあ、事実上あの知事があ,のこれある程度いつでもできるということになるということであります。 で、その時にですねあの非常に重要なのはあの今までいわゆるホスピタルあの今までの病院が病医療施設だと思ってたのがこの臨時の医療施設っていうのはどちらかっていうとあのそこまでの施設の基準とか配置基準とか様々あるのを満たしてなくても臨時の医療施設として、まあ、例えば宿泊療養のちょっと延長線のようなもの もも含めてあの医療施設ととすることもできななくはないんですねですからこれからやはり仮に法律があの改正をされるとするとやはりここのところはあの臨時の医療施設を、まあ、各都道府県で大幅に実はあの増やしていただく必要があるんじゃないのかなとあの私はこれ個人として思いますというのがですね、まあ、その後のこれも大変議論になりますがあの感染症法 のま連動して行われる改正ではですね。この宿泊療養ということについても、きちんとした位置づけの規定っていうものを新設をしましょうというお話も出ていますね。で、そうします。と、あのこの宿泊療養ということに関しても、まずあの都道府県知事。 には、まあ、それらの確保することの、まあ、努力義務というものもお願いをすることにもなるんですけれども実は、この入院勧告あるいは措置の見直しというところに関して言えばやはりこの入院勧告措置を限定的にしようということで、まあ、病状が重たい人とか重症化すら恐れがある人ですとかあるいはの宿泊療養等の求めに応じない人 というあのこともこもれがが、出てくるわけでありますが非常にやはりあのトピックにあのなっておりますのがやはりその入院措置に応じない人たちに対してあの罰則があの今後つくということがあの大変あのマスコミ等でもあの話題になっているんじゃないのかなと思います。 でこれはあの実はですねあの、まあ、知事会からも含めてやはりあの感染フェーズにも当然よりますけれどもやはり都道府県知事としてしっかりと感染対策をしたいんだとであのいわゆる封じ込めをしたいんだとただしなかなか思うようにあの感染した人が入院してくれない現状もあるんだとですから何とかここはあの厳しくした方がいいんじゃないか。 というこれの都道府県知事会からのですねあの立ってのご要望あのいうものもあったわけであります。で一方でですねこの措置入院というのは非常に強いんですねこれあの人権そのものにあの鋭く関わる非常に強い措置。 ですやだやだと言っても措置で入院させられるんですからこれはとっても強いんですね。でじゃあ現場っていうものはやはりありましてこれはの私個人の意見ですけれどもあのこれはですねあのやはり運用っていうのは十分に気をつけなければいけないと思います。 っていうのがあのやはり大変重たい障害を持っていらっしゃる方とか我はも在宅であの長く自宅にいてあのご本人もご家族もどうしてもおうちで見取りたいと思っているような方々であのもう完,、まあ、完璧に感染対策もするしあのいろいろなケアをするので、まあ、あの入院させたくないとお見取りはやっぱりお,お父さんを一人で行かせたくないこういろんなお家ちがあるんですよね現場で。 でまあ、とはいってもじゃあその家族が感染していいのかというと、まあ、それもダメだよねと。 でもこういう条件こういう条件ということが、もう例えば長年の在宅の方々とかは実はあのこれ私小二回としても経験はありますけれども、医療従事者より家族のあの医療的なケアというものが実はすごく上手なお家もあるわけ、スキルが高いお家とかですね。ですからまあさまざまなことを考えた時に果てどうするかみたいなところのちょっと余白 っていうのは私は必要じゃないのかなと思っておりますのでこれはの知事がですねこれをきちんとあの適切にあの活用するといいますかまたあの今現在このフェーズになりますとやはりあの病床が足りないという話が出てきておりますのでそういう病床が足りない というフェーズでさっき申し上げた宿泊あの臨時の医療施設を大量に確保して皆様こちらにどうぞ入ってくださいと、まあ、言える都道府県であれば成り立つんでしょうけど病床もないのに入院措置に応じないと罰則っていうのは ちょっと国民の,あの現状認識と乖離する可能性がありますのでここはやっぱり都道府県知事がですねしっかりと現場を預かる身として我が都道府県はこれぐらいあの臨時の医療施設も含めて宿泊料も含めてとあの整備をしていますとですからご協力くださいと。であのこういうパターンではこういうふうな対応するということを、まあ、透明性を持ってご説明がやっぱ知事に していただかなきゃいけないんだと思うんですよね。でその上であの入院措置に応じない方に対してのっていう話であってほしいなと思いますので、これはあのやはりあの 都道府県知事があのそれぞれの都道府県の感染症のやっぱりあのトップとして指揮官としてになっていただいておりますしたってのご要望ということもあってあの私は必要だろうなと思うんですがさまざまな地域のさまざまな感染のフェーズというものがあるのでこれについてはですねやはりあの運用というところであの慎重にあのしていただく必要があるというふうに思っています。 いますあの間違ってもいけないのは措置という入院措置というのは非常に強いあの試験の制限ですからあのここはあの本当にですね慎重にやらなければいけません。 これは私たちはです、ね、感染症の中では過去にハンセン氏病です、ね、の時にあの伝染性についてやはりあの差別がありましたので、まあ、その差別があったというところからやっぱり感染症法っていうのは全部に人権のことが書いてありますからあのここはですねあの何度も繰り返しますけれども極めて慎重な運用というものが私は求められるんじゃないかなというふうにこれは感じております。 で同時に今回はですねこれはあの自民党の中ではあの高島先生ご自身があの罹患されて だということでその時に大変にあの風評被害それからまああの差いわゆる差別的な発言で苦しめられたということがありましたのであの差別の防止に対してのまあ国あるいは地方公共団体に対する責務というのも書き込まれるやにも聞いておりましてこれはあの大変素晴らしいあのことだと思ってこれはあの議員立法であの去年の,法理あの国会で出そうという動きがあったのを今回確保内閣の確保に入れ込んだという大変素晴らしい あの働きをしていただいたんだと思っています。またの今言われていますあの病床の話でありますけれども、今回その法律の中にもですねあの病床についてあのこれはまたあの都道府県まああの国都道府県の権限の強化 とというところでありまして、まあ、必要な措置を講ずるためにですね、まあ、当然ながら入院等の総合調整っていうのも都道府県知事を行うわけでありますけれどもそのこの厚生労働大臣とか都道府県知事っていうのがやはりあの協力を要請するということができるということになっておりまして逆にこの協力に要請することをです、ね、お願いしたのに正当な理由がない まあなく韓国に従わないば公表するということになっています。でこれもあのいろんなところで議論を読んでますね。であのここでですねあのぜひ皆様にまずあの知っておいていただきたいなと思いますのが。 あの日本の中でですねこの新型コロナウイルス感染症を引き受けてくださ,てくださっている病院は、まあ、民間も公立もあ,のありますねでそれぞれの病院で何が大事かというとこれの1つのベッドを開けるのに通常必要な医療資源っていうのがありますドクターの数とか看護師さんの数。 で、この数がですね。コロナの場合は3倍かかるということはまずご理解いただきたいんです。で、それはあの関わる時の感染防御の仕方がとかですね。感染防御のための人員のために3倍かかります。ですから、仮に一つの病院でまあ、5%の病床を確保した。 という報道があったときには人員的には15%分の人員を抑えているっていうところはまずあのご理解を賜りたいなと思います。ですからたった5%じゃないか95%解放しろっていう人がいるんですけどそうじゃないよというところはあのまずご理解を賜りたいなと思います。 またそのいわゆるコロナの病院を、まあ、確かに公立病院も民間病院もそれぞれ受けておりますがそのパー,パーセンテージの客観的なものっていうのはぜひこれからきちんと出していかれた方がいいとは思います。とあのところがですねこれぜひあのご理解賜りたいのはあのコロナを受ける時のやはり大事なことはその病院の中に救急外来があって一般外来があって。 そして ICU があるっていうこういうあの3点セットある病院でやはりコロナをきちんとと受けるっていうこと大事なんですなぜなら急変すると相関してそして ICU に入ってあの最後は ECMO という手段もありますのでこれを一つの医療機関でやはりできることがまあ望ましいです。まあ、中にはやはり中等症で酸素だけ吸ってて転移搬送ということもあるんでしょうけれども、まあ、望ましいといえば望ましいです。で そういう一気通貫的にそういうものが用意できるっていうのは民間も公立もありますけれどもどちらかというとやはりあの地域に行って目を転じてみればもちろん民間もありますけれども。 やはりあの公立病院の方がそういった整備がされている病院が多いというのも事実でありますので、まあ、メリハリといいますかノンコロナはじゃあどこで見るんだあの通常の心筋梗塞とかですね脳梗塞とかあのがんの,あのオペとかですね日本は胃がんだといえばですね本当にありがたいことに、まあ、おそらく2週間以内にはオペしてもらえるのかなあるいは3週間以内と思いますけどそういった通常の医療これ素晴らしいんですね。 諸外国では胃がんだってって何ヶ月も待たされちゃうとかあるいはオペもできないってことが日常になっている中で日本はここはすごいんですが逆に言えばそこの部分にもへの影響が出てきますのでこれ上手にやはりり、ね、み分けすす。る必要がありますで47都道府県を見ているとこれはですねやはり上手に住み分けしている地域も結構あります。 例えばあのこの地域では大学病院と県立病院がもうコロナを見てそれ以外のノンコロナはここの病院民間病院に民間病院は中小病院が多い,ございますのでやると。であのいわゆる二次級と私たちが言うんですけど ICU に入る手前の二次級例えばお腹痛いよとかですねちょっと吐き気がするんですけどとかそういういわゆる二次級は実は圧倒的に民間病院が見てるんですね。ですからその住み分け で,両方が大事ですからあのコロナだけが医療じゃないんです、ね、ですすねからそういうトータルのちょっと落ち着いた議論にあのここはしていった方がいいと思うのと、まあ、それぞれの都道府県によって全然事情が違いますから数値はファクトはですね、まあ、それぞれの都道府県で明らかにしながらあの県民の 理解を得るコミュニケーションをあの取っていただけたらいいのかなと思います。ただのそういった議論が出てあのまあ今回のまあ法律改正の中でまあ応じない場合正当なな理由がないとき。 というのは勧告、まあ、に従わない場合は公表かということでありますけれどもやはりもう一つ重要なことはですねやはりあの民間病院のコメディカルのお給料とそれからあのいわゆるあの国公立病院のコメディカルのお給料はやはり国公立の方が安定はしているわけですね。 ですからその公表とかですね、まあ、勧告っていうことをした時に、まあ、例えばコメディカルが大量に離職してしまいやしないかとかあのそういうさまざまな労務管理も含めてものすごいことを抱えながらあやってますから。あのただ単にあの 公表すればやるっていう話ではないんですねですからノンコロナをもしかして支えてくれてる病院に迫ってしまった時にですねあの大量仮に辞職が出て離職が出てノンコロナの医療機関が 機能しなくなくると日本の,あの医療機関っていうのはその二次医療圏っていうのがあるんですが積み木を一つ一つ積み重ねているようなものなのでどっか個ポンって取っちゃうとガガガラガラガラってあの崩れちゃうことがあるんですよねですから極めて繊細なものですから、まあ、ここについてもですねやはり都道府県知事は当然ながらあの法制度としてこういうものがあるかもしれないけれど、まあ、それをどう運用するのかというのは 医療従事者もっとよりですねやはり県民の方とよくコミュニケーションをとってほしいと思うんですで県民の方あのあるいは国民の方はやはり今感染が広がってますから様々な経済のダメージを負っていますでその中でやはり本当に不満怒りすごいあると思うんですそして不安ですからそこにあのコミュニケーションをしっかりとっていただくっていうのがとっても大事ですからその 不満の矛先がそういったところに時々短所短所短所にマスコミがキャッチーなことを言いますけれどもそれって本当にホールピクチャーの中のごく一部の地域の一部のことだけを取り上げていってる場合がありますからぜひちょっとと気をつけててマスコミのあの報道ははそこ見いいいいいたただがかなと思いますまたあの今ですね全国の,あの市町村がもう一回一生懸命にある都道府県が一生懸命になっているのはこの感染対策病床の確保が多分一番です。 でその次はワクチンをどう普及しようかということについて今みんな,大変なあの尽力をしてていいいただいていますで国民の希望する全ての人にワクチンを打つっていうことでありましてあのこれはすすごく膨大なな作業なんですねどういったあのロジ,ロジスティックでその物流としてワクチンを配っていくのか。 どういう会場を用意していくのかそこにどういう人員を配置していくのかこれは去年の12月の暮れからですね厚生労働省と都道府県そして市町村とでみんなで今合同で会議をして多分この会議が積み重なっていてですね多分これが放送される頃にはそれぞれの市町村で大体2回目ぐらいの対策会議がそれぞれの地域の医師会と市町村とで今行われているぐらいのタイミングだと思います。 でもちろんの医療従事者の方そして高齢者の方基礎疾患がある方っていう優先順位があってその後一般の国民の方ということではありますが、まあ、もちろんあの高齢者施設等で働く方っていうのも入ってますけれどもその時にですねやはりあの時間がかなりかかる可能性があるということはあのよく覚えておいていただきたいなと思っています。 あのすごい膨大な作業量でありますのであの2月初めから打ち始めたらなんか3月末に全国民が終わるというのはそういうスケジュールではなくて年かかる可能性があるということはどっかで覚えておいた方がいいということと同時にそのワクチンそのもの今3社想定されておりましてまだあの薬事認に降りる前でありますけれどもインフルエンザのワクチンもそうなんですが全くかからなくなるというワクチンではなくて。 まあかかりにくくなるということと重症化しないということがメインになるんですね。ですからあのしばらくはですね、やっぱ特効薬ができるまでマスクが必要な生活は続くんですよ。 とということは、あそうなんだと <laughs> なんかあの魔法の杖みたいなものじゃないんだよということはもちろん大変なツールですよですけどそれがあったからっていきなり「わははっ」っていう会食があ全部再開されるかっていうとそれでも注意が必要ですよね。 とということですからあ,のあるいは打たない自由っていうのもありますので、まあ、そこに対してはあの国民の皆様も是非さまざまな政策が完璧じゃないんじゃないかということでいろいろなこうご批判があるのも大変その通りだなと一つ一つ思うんですけれどもただあのお全体感を持ってだとできるところとできないところの区別もやっぱり分かった上で。 あの落ち着いた議論をするっていうのも我々に求めてること,あると,いうあのことですからそこは、ね、皆様と一緒に。 私も勉強もさせていいいたただきたいと思いますし議論をさせていただきたたいいと思まますまた何よりあの私は維持、まあ、議員としての発言でありますけれども、まあ、厚生労働省ですとか地元の地域の医師会の先生方が正式なご発表こういったものもありますので是非そういったものをあのしっかりとご覧になっていただくアクセスしていただくっていうのが重要だと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。